こんにちは。こんにちは。永田てるじのパワーアップ神奈川です。私は神奈川県議会議員の永田てるじです。茅ヶ崎テレビの岩田あかりです。はい。テルさんはい。はい、あ、今日は。うん。てるじさんの事務所で撮影で、うん。そうですね。いつもはね。ね。ティーゼステとトを借りてるんですけども、はい、今日は。 永田ケルジ事務所から、はいえー、お送りしております、はい。よろしくお願いします。お願いします。えっと今日のテーマはサイクリングロードが短くなるっていうことについてなんですけど、短くなるんですか？そういう方向性で動いているということなんですね。<う>で、あのそもそもサイクリングロードをよく利用されている方はよくわかると思うんですけども。はい えー、西側は茅ヶ崎市の柳島、はい、からあ東に向かっていってで東側の終点が藤沢、はい、市の公家沼とそうです、ね、いうことなんだけども、はい、その一番サイクリングロードの東側によくスケートパークスケートパークって言ったりするんだけども公家、はいはい、沼海浜公園っていうのがあって、うん、その 久沼海浜公園の敷地の中を走って、はい、そこがサイクリングロード左端っていうそういう構造になってるわけなんですよ。で,、ねうん、で今回あのそこは藤沢市の公園なんだけど、はい、新たにあの改修するということで<ー>、えー、改修事業がまあこれから始まるんだけども改修するのはねあのいいんだけど 藤沢市の。の、はい、まあ、公園の中を走ってるって、今言ったじゃないですか。はい、だ、大体、約百メートルぐらい。うん、えー、藤沢市の、土地の。上をサイクリングロードを走ってる。はい、藤沢市さんから、そのサイクリングロードの分の土地を。はいはい、まあ、神奈川県としては拝借して、サイクリングロードがあると。<ー><で>じゃ、神奈川県の。 が借りてたんですっていう形ですよね。で管理は神奈川県がやっている、はい、ということなんですよ。はいはい、ただ今回あの公園を回収するにあたって、えー、返してくれとほうほうあのなるべく土地をまあ藤沢市さんから 思うに有効に使いたいんで返してくれというふうに言われてんですよね。神奈川県は。まあそうするとあの返さないっていうことはできないんで、うんまあ返すっていうことになるんだけども、あのそうすると随分100メートル現状より左東端が現状より100メートルぐらい西側にずれて、であの。 車道に沿ってる歩道に合流するっていう形になるというふうになってるんだけどもでまあいろいろな意見があるみたいです。でやっぱり何かやろうと思うといろんな人はいろんなあの受け止め方をするしいろんな感想を持ったりする中でまあそもそもこの回収に対してもまあご意見ある方はいるかと思うんですがそれは 藤沢市さんであったりとか、はい、藤沢市議会で議論していただくことであって、うん、神奈川県としてはこのサイクリングロードのーつまり道路管理者という立場なんでこれについてあのしっかり責任を負っていかないといけないということなんですね。でここで,で、ね、1あの一つ問題があって、はいまあ、短くなっちゃうのもちょっともったいないなと1 0 0メートルぐらいなんですけどね。 あのそういう気もしないでもないんだけど、うん、ただやっぱり一番大きな問題は大体4ル幅でサイクリングロードがこう西側から続いてきて、うん、で最後車道のところに合流するとあのバスの停留所のとこにつながってくるわけなんですよ。うん、でそこが2メートルぐらいで幅が狭い。うんで 4メートルでわって来ててでそこで自転車とかあの歩行者とか通りりあますもん、ねうん、でバスも止まるっていうことはバスに乗降する方もいたりするわけですごくこうその点についてあのやっぱり神奈川県としては責任を持たなきゃいけないというふうに思うわけなんですよね。で以前の えー、パープ神奈川でお伝えしたんですけども今回私神奈川県議会で所属している、はい、委員会が建設企業常任委員会という委員会でまあまさにこの道路管管理とかを所すする委員会なんですよで、えー、先日の7月の12日と15日に建設常任委員会開かれましてそこで私はこの問題 やっぱり道路管理者として県はやっぱりそこを通る人たち自転車に乗ってる人たち、うん、利用する人たちの安全は確保しなきゃいけないし、うん、責任があるわけですよね。 サイクリングロードが、えー、歩道に接続するところが2メートルでいいのかっていう,うまあ問題ですよあのシンプルに言うと。うつまり今の、えー、計画の中で言うとどうしても2メートルっていうことになっちゃうんだろうけど多少ね もうちょっとこう藤沢市さんに譲歩してもらって、うん、え4メートル幅を確保してスムーズに歩道に接続するような形にするべきだと思うんですよ。うん、でまあ県の当局からはやっぱりあの管理者道路管理者として、うんえー、通行する方々、うん、利用する方々の安全をお第一に。 考えて、ねえー、藤沢さんと協議していくという、まあ、答えがありましたので県としてはそういう方向であの動いてくれるはずですので、まあ、引き続き経過を、ね、見ていきたいというふうに思います、まあ、この場所って、ねうん、観光客の方もいっぱいこう通る場所だったりするからそう,、ねうん、そうですね、まあ、ちょっと狭く感じますね。うんまあこう やっぱりボトルネックになっちゃうとやっぱりそこはどうしても危険じゃないかまあ誰が考えてもねそういうふうに思うと思うんでまあこれはねあのしっかり指摘しておいたというところでえちょっとご報告いたたししました、はいはい、これはリニューアルオープンはいつになるんですか今のところ来年の10月リニューアルオープンという予定になってますよね。 ただまあ多少の前後っていうのはつきものなんで今のところこの場所はやっぱり茅ヶ崎市民にとってもあのスケボーができたり BMX ができる本当にこう大事な場所だったのでねあの今こう一旦ちょっとねなくなってしまって困ってる方もいますけどこうやってリニューアルで。 またこうねちゃんとした施設になるっていうのを、すごいみんな楽しみにしてると思いますねのためにも、ね、まあ安全に確保は大切だということで、あ,あ今日はサイクリングロードが短くなるということで、お届けをいたしました。はいはい、それではまた見てください、はい、さいよなら